アルバートサウルスアカは、フィリップ・ジェイ・カリー、ヨルン・フールム、カロル・サバスが、ティラノサウルス科の恐竜の一分類として提唱した、後期白亜紀のアメリカ合衆国とカナダに生息した、恐竜のアカ。ティラノサウルスアカの姉妹群にあたり、アルバートサウルスやゴルゴサウルスが入る。アルバートサウルスアカは大型で、軽量な体格をしたティラノサウルス科である。ティラノサウルスアカと比較して、 体つきは軽やかで前兆は短く、頭骨が平たく、腸骨が短く、頸骨のプロポーションが長かった。アルバートサウルス赤とティラノサウルス赤は、特に前足の短いタルボサウルスを例外として、他は、長さが、ほぼ等しい。アルバートサウルスとゴルゴサウルス及び人の大きさ比較、アルバートサウルスは、タルボサウルスやティラノサウルスといった他の、ティラノサウルス化よりも小柄である。 アルバートサウルスとゴルゴサウルスの典型的な生態は全長8から9メートルに達し、アルバートサウルスの大型個体は稀に10メートルを超える。体重は別個の方法を採用して、独立に複数の推定がなされており、生態のアルバートサウルスは体重1.3から2トンと提唱されている。ゴルゴサウルスの体重はそれよりも重く、約2.5トンや2.8から2.9トンと、 推定されている。アルバートサウルスを含めて全てのティラノサウルス科は外見が似通っている。重脚類としては典型的にアルバートサウルスは二足歩行で重い頭部と頭部のバランスは長いようで維持していた。しかしティラノサウルス科の前足は体サイズに対して極端に小さく指も2本のみであった。胞子は長く指は4本であった。 第一種が短いため地面に接するのは残る三本だけであり、そのうち第三種が他よりも長かった。アルバートサウルスは時速14から2 1トルで歩行できた可能性がある。少なくとも若い個体では高速走行を可能と見るのが最もらしい。本赤はフィリップ・ジェイ・カリー、ヨルン・フールム、カロル・サバスがティラノサウルス化恐竜の一分類として 最初に提唱した。もともとは、アルバートサウルスとゴルゴサウルスの二族の実と定義されており、ティラノサウルス赤の姉妹群である。2007年には、タルボサウルスの死のニムとされることの多いマレーボサウルスが、本赤に分類されたが、この分類は受け入れられておらず、マレーボサウルスは今なおタルボサウルスあるいは、ティラノサウルスの様態と考えられている。 クレベンジャー T.M. マクレインは一般に派生的なティラノサウルス上下とされるアリオラムスを本赤あるいはその姉妹群に分類した。これもまた受け入れられていない。アルバートサウルスは獣脚アモクティラノサウルスかアルバートサウルス赤に属し、わずかに古い時代に生息したゴルゴサウルスリブロタスに最も近縁である。これら2種だけが唯一記載された。 アルバートサウルス赤であり、ミキサイ種が存在する可能性もある。トーマス・アル・ホルツ・ジュニアは、アパラチオサウルスをアルバートサウルス赤に加える論文を2004年に発表したが、彼は、後の未発表の研究でアパラチオサウルスをティラノサウルス化の外に位置づけており、これは他の研究者からも賛同された。ティラノサウルス化でもう一つの主要な赤としてティラノサウルス赤があり、 ダスプレトサウルスやタルボサウルス、ティラノサウルスなどが属する。ゴルゴサウルス・リブロタスとアルバート・ソリス・サーカファゲスがあまりにも似ているため多くの研究者が長きにわたって両者を一つの属に統合していた。最初に与えられたアルバートサウルスに優先権が与えられ、ゴルゴサウルスはしばしばそのジュニア・シノニムと考えられた。 ウィリアム・リラー・マシューとバーナム・ブラウンは早くも1922年にその区別を疑った。ゴルゴサウルス・リブロタスは1970年にデール・ラッセルによりアルバート・ソリス・リブロタスとしてアルバート・サウルスに再分類され、後の数多くの論文著者が彼の先導に従った。二族を統合したことでアルバート・サウルスの地理的、時間的生息範囲は大きく拡張された。 二族を別個に扱い続ける研究者もいた。カナダの古生物学者フィリップ・ J ・カリーは、アルバートサウルスとゴルゴサウルスの間には、ダスプレトサウルスとティラノサウルスのマホだの二族を常に区別する解剖学的相違点があると主張した。また、アラスカ州とニューメキシコ州及び北アメリカの他の地域で発見されたミキサイのティラノサウルス化が状況の明確化に役立つと彼は主張した。 グレゴリー・ポールは、ゴルゴサウルス・リブロタスが、アルバート・ソリス・サーカファゲスの祖先であると提唱した。アルバート・サウルスアカは、ティラノサウルス化の基盤的なアカであり、2014年の、派生的ティラノサウルスアカの親族ナヌークサウルスの、系統解析で認められ、アルバート・サウルスとゴルゴサウルスのみを含むと記録された。両族は、大半の分類で別属とされたままになっており、これは、 カリーの研究による、以下のクラドグラムは、アンソニー・フィオリロとロナルド・ティコスキーによるナヌークサウルスの系統解析の間に判明したもの。ダイナソーパーク類層の中層で、ゴルゴサウルスは、より希少なティラノサウルス科のダスプレドサウルスと共存していた。これは二族のティラノサウルス科が、同所的に生息した数少ない例の一つである。現代の捕食動物の群衆では、 同様の体格をした捕食者は解剖学的、行動的、地理的債により競争を制限され別々の生態的地位に分かれる。ダイナソーパーク類層のティラノサウルス科の間での生態的地位の違いはまだ理解がよく進んでいない。1970年にデール・ラッセルはゴルゴサウルスが一般に足の速いハドロサウルス科を積極的に借り、彼らより 重厚なダスプレトサウルスには、角や鎧をまとっていて厄介で数の少ない、ケラトプスカやアンキロサウルスカが残されたと仮説を、打ち立てた。しかし、同時代を示すモンタナ州のツーメディスン類層から、産出したダスプレトサウルスの標本 OTM200 は、腸の領域に、妖体のハドロサウルス化の残骸が残っており、さらに別のボーンベッドからは3頭のダスプレトサウルスが、 少なくとも5頭のハドロサウルス化と共に発見された。他の恐竜のグループとは異なり、標高差を利用した住み分けは両族に見られなかった。しかし、ゴルゴサウルスの化石は、ダイナソーパークといった北部の層で一般的であり、ダスプレトサウルスの種の化石は南方で豊富であった。このパターンは他の恐竜でも見ることができる。カスモサウルス赤のケラトプス科やサウロロフス赤の ハドロサウルスカも、モンタナ州のトゥーメディスン類層などカンパに、アンの北アメリカ南部に多く、セントロサウルス赤とランベオサウルス赤は、北方の井戸で支配的である。このティラノサウルス赤、カスモサウルス赤、サウロロフス赤の間の生態的パフォーマンスを共通していることが、この分布パターンに示されているとホルツは提唱した。マーストリヒチアンの終わりには、 ティラノサウルスレックスのようなティラノサウルス赤、エドモントサウルスやクリトサウルスといったサウロロフス赤、トリケラトッスやトロサウルスなどのカスモサウルス赤が北アメリカ西部へ拡散した。その一方でヒパクロサウルスなど少数の種からなるランベオサウルス赤は希少となり、アルバートサウルス赤とセントロサウルス赤は絶滅した。ティラノサウルス化4族の成長曲線を描いたグラフ。 ゴルゴサウルスが青色、アルバートサウルスが赤色。エリクソン・エトール2004に基づく、グレゴリー・ M ・エリクソンらは、骨の組織学を用いて、死亡年齢を推定し、ティラノサウルス科の成長と生活感を研究した。成長曲線は、様々な個体の年齢と体サイズを対応させて、グラフにプロットすることで作成される。ティラノサウルス科は、生涯を通じて、成長を続けるが、 幼年期のあと4年間は驚異的な成長を遂げる。この急激な成長が終わる頃に生成塾が起こると考えられ、生体の成長速度は極めて緩やかになる。様々な体サイズのゴルゴサウルスの標本5つを検査し、エリクソンは急成長期における最大成長率を年間 50kg と計算した。これはダスプレトサウルスやティラノサウルスといった ティラノサウルス赤よりは緩やかであるが、アルバートサウルスと並ぶ値である。ゴルゴサウルスは、生涯の半分を幼年期に費やした後、わずか数年で、最大サイズに近い体育まで成長する。これにより、巨大なティラノサウルスカと他の小型重脚類との中間サイズの捕食動物がいなかったため、ティラノサウルスカの幼体がその生態的地位を埋めていた、ことが示唆されている。 同様のパターンが、原生のコモドオオトカゲに見られ、彼らは木を張って、虫を捕食するところから始まって緩やかに成長し、大型脊椎動物を引き倒すことのできる巨大な、頂点捕食者に至る。ドライアイランドバッファロー、ジャンプ州立公園から産出したアルバートサウルスは、成長の間に歯が厚くなって形状が大きく、変化したため、 若い個体と生体の骨格が同じ分類群に属すると証明できなくなり、妖体の歯は系統解析により別種のものと同定された可能性が高い。生活しこれまで知られているアルバートサウルスの個体の大半は14歳前後で死亡している。しかし、これまで知られている最も若い個体は2歳の幼体、最高齢の個体は28歳の生体である。 ドライアイランドのボーンベッドで発見された2歳の個体は全長約2メートルで同じ産地から産出した28歳の個体は全長10メートルに達した。容体は滅多に化石として発見されないが、これは主に容体の小さな骨は生体の大きな骨よりも化石化により保存され、憎いという保存バイアス、小さな骨派フィールドで収集者が気づきにくいという収集バイアスによる。 若いアルバートサウルスは動物の幼体としては比較的大型であるが生体と比較すると化石記録はそれでも希少である。この現象はバイアスではなくアルバートサウルスの生活史によるもので単純に容体が生体ほど頻繁に死ぬことはなかったからだとする見解もある。群れで大量死したものの容体は体が小さく繊細な構造であったため化石記録に 保存されなかったとする生活史仮説もある。わずか2年後には、妖体は、生体のアルバートサウルスを除けばその地域の他のどの、捕食動物よりも大型で、大半の獲物より俊足であった。これにより、妖体の死亡質が劇的に低下し、そのまま化石の希少性につながったという。死亡率は12歳で倍化するが、これはおそらく急成長段階の生理的要求の結果である。 14歳から16歳の間の生成塾を迎えるとともに死亡率は再び倍増した。生態はその後も死亡率が上昇し、これはおそらく後輩や資源をめぐる、種内競争で受けるストレスや負傷などの生理的、要求、最終的には老化の影響である。生態の死亡率が高いと、化石が多く保存されていることにも説明がつく。非常に大型の動物は、 そのような体育に達するまで生き残る個体が少ないため、希少である。生まれた直後の死亡率が高く、幼体の時期に死亡率が低下し、生体で急激に死亡率が増大し、ごく少数の実が最大サイズに達する動物には、ゾウオウやアフリカ水牛やサイなどの大型哺乳類が該当する。同様のパターンは、ティラノサウルス科でも確認できる。 原生哺乳類と他のティラノサウルス間の比較は、この生活史仮説を支持しているが、すべてのアルバートサウルスの3分の2を超える数が、同じ産地から産出している以上、化石記録のバイアスもまだ大きな要因の一つである。アルバートサウルスとゴルゴサウルスの個体はいずれも12から16歳の4年間に、急激な成長を遂げた。 群れバーナム・ブラウンらが発見したドライアイランドのボーンベッドには26体のアルバートサウルスが保存されており、1箇所から産出した大型獣脚類としては世界最多であり、増型獣脚類全体でもユタ州のクリーブランド、ロイド・ダイナゾークオリから産出したアロサウルスに次いで2番目である。この群れは非常に高齢の個体1頭、17から23歳の生体8頭。 12から16歳の急成長期まった田中の亜生体7頭、2から11歳の急成長期に至っていない妖体6頭から構成されている。ロイヤルティレル古生物学博物館のアルバートサウルスの群れのブロンズ像。2007年にブライアン・クーレイが設計したアルバートサウルスのボーンベッドから植物植生動物の化石がほぼ算出しておらず、 また多くの個体の保存状態が似ているため、カリフォルニア州のラブレアタールピットのような、捕食者トラップではなく、さらに保存されている、死んだ動物たちは全て同時に死亡したとカリーは、結論づけた。彼はこれを群れで行動していたことの根拠であると、主張した。他の科学者はこれに回帰的であり、アルバートサウルスは、干ばつや、洪水などの理由で一緒に運ばれた可能性があると、意見した。 ツノリュウやハドロサウルス科など植物食恐竜には群れで行動していた証拠が豊富にあるが同じ場所で肉食恐竜が数多く発見されることも稀にある。ティノニクスやコエロフィシス及びシンタルルスといった小型獣脚類は群れで発見されアロサウルスやマプサウルスといったより大型の捕食動物も同様である。他のティラノサウルス科にも群居性の証拠がある。 シカゴのフィールド自然史博物館で化石が組み立てられた数の近くで小型個体の断片化石が発見されているほか、モンタナ州ツーメディスン類層のボーンベッドには少なくとも3つのダスプレトサウルスの標本が数等のハドロサウルス化の傍らに保存されていた。これらの発見は一時的あるいは異様な集合時の化石である可能性を否定できないものもあるが、 アルバートサウルスの社会的行動の証拠と結びつけられる可能性がある。社会的集団ではなく、コモドオオトカゲのように死体の周りに群がり、激しく争って、殺し合いや共食いに発展していたと推測する研究者もいる。なお、アルバートサウルスが一般に群れで発見されていても、近縁なゴルゴサウルスも群れで行動していたという証拠はない。ありがとうございます。